そうですか監督とカメラマンさんって本当に切っても切り離せない間柄も、ねはい、そうですね作品を作る上では、うん、なるほどありがとうございます、はい、古田さんはいかがでしょう酒ですね <laughs> 即答でしたね早い <laughs> ずーっとそれもう,だ,もうだって奥さんとか、はい、彼女とかいっぱいいますけど、はい、伴奏者がいっぱいいるんですか <laughs> いっぱいいますけど 結果、常に一緒にいるのは酒ですね。<laughs> あ<ー>あ、でも伴走者で、走ってるときは飲まないか。うん、<laughs> そうですよね。<laughs> あ常にいるって、タバコかなタバコあ<ー>お酒とタバコですね。お酒とタバコ。<laughs> はい。やっぱりセットな感じですかそうですね。うん、もう本当に 本当に最近のあのランチ時間のタバコが吸えないっていうのは一体どういうことかという。ね <laughs> そうですね。喫煙者にはなかなか取りづらいですね。<laughs> そうですよね。どんどんスペースが少なく。なってい、ね、くどんどん追いやられていくじゃないですか。あの本当にね、もう禁煙。とかっていう言葉もある、愛煙っていうのもあるんですから。<laughs> みんな分かっていただきたいですね。もち,すもちろんそうですよ。でも。 いかかがですか役者さんでもやっぱりこう禁煙なさっている方とか吠え多いですね、今まで吸ってたくせに、や,やめたやつに限って、くせとかとか言うんですよね、本当に腹立たしいですね、ああいうやつらは死ねばいいのにね。<laughs> ついこの間まで同じ立場だったはずなのに,に一緒に喫煙所にいたのに <laughs> てめえが辞めたからってお前辞めろよとか,とかって言ってもいいんですこっちはもう健康のことなんてどうだっていいんですからもう健康のことなんて考えてないんですからもうほっといてくださいと思うんですけどねいやいや体は大事ですよいやいやほんとそうなんだけどね腹流 <laughs> 炎で自殺したやつはいないんだからさ。<laughs> まあね、でもそれでご自身を保っている部分もあるんですよまあそうですね、そうです。ストレスを抱えないっていう意味では、座してくださいっていうお願いお願いです。お願い願いですよね。でも確かにストレス解消法っていうのはいろいろとあってしかるべきですもんね。そうですか。じゃあこれからもますます愛煙家で、はい、そうですね。愛酒家で、愛酒家で愛煙家でいたいなと思います。ということですね。そうですか。松下さんはいかがでしょう。 えー、私はまあ人じゃないですけど、まあ、でもなくてはならないものっていう感覚でいいんですよね、まあ、それはそ,そうだなこれはまあ聴あくのも好きですし、うん、誰かのライブも好きですし自分で弾くのも好きですし作るのも好きです、うん、これないと結構自分を保つのは辛いかなっていうところがあるのでだからこのドラマの音楽もすごい私好きですし、うん、なんかそういう。 ね、こういう映像と音楽っていうのももちろんあると思うんですけどなんか音楽にすごい助けられたりとか救われたりすること私自身すごい多いのでなんか泣きたいなと思う時にやっぱ泣きそうになる曲聴いたりとか,なんか楽しくなりたいから明るい曲聴いたりとかそういうのにすごい影響されてるところあるので。 これはまあ人生のパートナーとしては非常に音楽ってああよく考えるとなくてはならないなあと思いますね、うん、なおちゃんね、ねこの質問を受けたときに俺、一番最初にその伴奏者は何ですかって考えたとき音楽って思ったんだけど、はい、なおちゃんが言うだろうなと思ってい <laughs> もう逆のパターンはないですもんね、<laughs> 私がね。<laughs> 私が逆を言うことはないと思う。でたばこです。たば、酒とタバコですね。ってね、言わなそうですよね。シーンとなっちゃうそうですよね。はい、ありがとうございます。でも、こう役者さんの、こう伴奏者って考えると、こうマネージャーさんとかって伴奏者。だったりするのかなって。誰も言ってない。ですね。マネージャー、マネージャー腹立たしいことしかない。でも、ほら、客観的にこう。 あ、こあの、やっぱ、なかなか役者って、こう、自分の芝居とか、こう、客観的に、こう。どうだった、とかって、こう、誰か指導してくれるとか、言ってくれる人って、周りに、こう、いたり。聞く?。おちゃん、誰かに。どうだったとは、聞かないですけど。そういうアドバイスとか。アドバイスっていうこと、こうした方がいいんじゃないっていうこと、言われますよ。あ、マジで?。それは古田さんぐらいなったら、絶対言われない。でいや、そんなこと言ったら、ぶん殴り合いです。 と俳優さんによっても違うみたいですねいろんなタイプの方がいらっしゃるってことですかね。そうですかじゃあもう一つドラマのタイトルにちなんだ質問をさせていただきたいんですけれども皆さんが思うまるの条件ということでですね 監督には監督の条件 <laughs> そしてお二人には役者の条件を伺えたらなと思うんですけれども。 これ難しいですよ。何を言っても偉そうに聞こえるっていう。条件って出してますからね。いやいやいや、ぜひあの皆さんが心上にしてらっしゃることですとか、そういったことを聞かせいただければなと思うんですが、では今度は松下さんからお願いします。私ですか？ジャブを。これ私じゃ役者の条件です。そうです。役者の条件です。 セリフを覚える。<laughs> いやでも大切なところですよね。当たり前のことなんですけど、でもやっぱりこうなんでしょう。これができない。そうなんですよ。 覚えてるつもりがなかなか現場に行ってちょっとテンション上がったりとかこう舞い上がると出てこなかったりとか<え>どんなに覚えてたって自分で自覚してても突然ポンって抜けちゃうことがあったりとか、うん、平泉誠さんが言ってましたそれそうですか完璧だったはずなの,なのに現場に行くとやっぱ飛んじゃうことがあるんで必ずしもこれはできてるかどうかっていうとちょっと不安になるところがあるんですけど松下さんぐらいキャリアを積んでらっしゃってもそういうことってあるんですか いや,いや,いや,やっぱりその時の気持ちというかなんか現場の雰囲気とかにこうどっか飲まれてしまいそうになる時とかはなんか忘れちゃうんでしょうね,ねそういうこともあったりしますしだからこそのなんか、はい、セリフは絶対覚えるっていうのがまず、はあ、大事です <laughs> <laughs> ありがたいです